よっしゃ、骨の近畿やっていきましょう。よいしょ。ほい。で、骨を近畿するとな。よっしゃ、骨が、ちょっと1個捨てちゃったんですけど、間違えて。4スタックできたので、これで、ちょっとディノバイクをね、作っていこうかなと思います。これと、これで、はい、フォッシル、化石ができますと。これとサドルで、ディノバイクができると。もう古代の恐竜が、復活するとな。オッケー。よっしゃ、これと、これはもう、普通のクラフトでいいや。はいの、はいで、できた。ディノバイク。オッケー。ちょっと、じゃあ、暗くなってきたけど、また、いいや、とりあえずこれだけ、試しちゃおう。いきます。せーの。はい。おー、そうきた。待って、これもしかしたら、種類があるのかもしれない。ちょっともうちょっと出してみよう。いきます。せーの。はい。あ、やっぱそうだ。これ、恐竜が出るけど、種類があるんだ、これ。もう、プテラノドン率高いな。あれこれ2種類、あーなんか新しいの来た。トリケラトプス。あ、でもこの3種類っぽいな。ちょっと、あ、おーおー、なんか可愛いの来た。待って。可愛いの来た。可愛い。何お前そのなんか。何その鼻の穴。可愛い。あ、なんかこの4種類っぽいな。この4種類っすね、多分。あ、もうなくなっちゃった。はい。あ、しまいなくなっちゃった。あ、ちょっと待って。恐竜パラダイスになっちゃった、ここが。ちょっと待って。しまいたい、こいつら。あ、やべ、しまいなくなっちゃった。まあいいや。じゃあこいつらには、このハルタニアになんか住んでもらおう。可愛いから。じゃ、乗ってみましょうか。まずはこいつ。あ、ジャンプ力って結構高いね。まあ、足はそんなに速くないかな。ちょっと、別の視点から。あ、間違えた。よいしょ。はい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 。あ、なるほど。あ、可愛い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 。こいつ俺一番好きかも。可愛い。あ、可愛い。可愛い。何お前のそのなんかアホ面。可愛すぎる。何こいつ。やべえ。こいつでなんか人気取る。お前 YouTuber になる。お前。人気取れるぞ、多分。可愛いから。よし、じゃあ次行ってみましょうか。じゃあ次このトリケラトプス的なやつ行ってみますか。ほい。あ、まあ、スピードはまあまあ。で、スペースキーを押すと。え、何が違うんこれ。待って。違いがわからん。違いがわからん。突撃するとダメージ与えられるとか、そういう展開希望ぬなんだけど。スライムいない?ちょっとこの辺に喧嘩打ってみる。うぃダメだ。何も起きず。まあ、ちょっとお前はじゃあここで一生暮らせ。なるほど。じゃあこのプテラノドン。これは飛べるような、さすがに。飛べるような。あ、来たー。あ、しかも意外と早い。まあ、エンダードラゴンの方が早いか。あ、でもこれは普通にたまにちょっとね、エンダードラゴン飽きたなって時はこれも、あ、ちょっとお前、首辛そうだけど大丈夫?お前、その細い首でこのダイヤモンドをまとった男をお前支えてるって。お前、実は相当強いんじゃねえの。え、待って。あ、やべ、燃えて、ちょっと待って。俺、鳥小屋燃えちゃった。あれ?あの辺の近くにマグマあったっけ?ちょっと待って、ちょ。あ、てか待って、俺今武器持ってねえから、ちょっとこいつら、やべえわ、ちょっと待って。え、鳥小屋燃えてるんだけど。え?あそこのマグマが、え、マグマって何?そんな、え、敏感なのっていうか、そんなあれ?遠くあっても、火ついちゃうんだ。え、怖っ。ちょっと待って、俺の鳥さんたち大丈夫?死んでない?ちょっと、あー、こんがり焼けてら。おい、こんがり焼けちゃった。ねえ。待って。なんで?あー、こんがり焼けちゃった。お前。あー、焼けちゃった。あー、無事か?ちょ、待って。あー、もうこれ無理だな。これはちょっと無理だな。この辺がマグマだからいけないってこと。ちょっと、あとでまた別のところに、ちょっとまた作るか。うわー、燃えちゃった。燃えちゃった、畜生。まあいや、ちょっとこれはまた、後でやりましょう。なんか、焼き鳥2個手に入ったんですけど、なんも嬉しくない。よし、そしたらじゃあ、ちょっとこのアニマルバイクの、最後のこいつちょっと乗っていきましょうか。はい、この、これ、明らかに乗り心地悪そうだけど。あ、まあ割と、まあみんな、あれだね。基本、プテラノドン以外は、基本性能は変わらないっぽいっすね。なるほど。あ、ちょっと待って。何これ。噛んでんのこれ。な、牛連れてけるんですけど。何これ。え、ちょっと待って。牛アタック。やばい。これどうやったら下ろせるこれ。え、これどうやったら下ろせんの。あ、解放された。降りると解放される。何この機能。ちょっと待って。え、これ多分さ、こいつでもいけるよな。おそらく。あは、来た。なるほど、こういう、この恐竜のアニマルバイクは、待って、プテラノドンでもいけるこれ。
いけるお前、絶対痛い、それは絶対。牛が空を飛んでます皆さん。あ、これであれだ、モブを牛とかを持ち運べるんだ。へえ、あ、これ割と便利かもね。なるほど、オッケーオッケー。え、こいつでもいけるよね。あ、いったいったなるほど、あ、こういうやつだね。まあ、ちょっとたまにもしかしたらちょっと使うかもしんない。オッケーオッケー。あ、これは使えるわ普通に。ちょっと腹が減ったので焼き鳥を食べよう。あー、うまいあの近畿で増やした肉とはまた違うね、食品添加物の入ってないもう孫をことなき焼き鳥を今久々にちゃんとした食材を食べました今よっしゃ、そしたらば、あ、ちょっと待って、なんかなんでお前らさ、お前、あ、牛が松井秀喜に恋をした。あ、違う、お前、お前浮いてんのか浮いてんのかお前。ちょっとなんかみんなすごい、なんか松井秀喜が大人気になってるんですけど、鳥問題はまた後で解決するとして、あ、違う、もう次、あ、次は人参か。なるほど、チョコボバイク。チョコボってあれだよね、ファイナルファンタジーのキャラだよね。俺ファイナルファンタジーじゃなくてドラクエ派だからさ、ちょっといまいちチョコボはよくわかんないんですけど、まあとりあえずちょっと期待して作っていこうかなと思います。さあ、それでは金の人参が必要なので金の人参を作っていくと。じゃあ適当に金塊作って、でこれと人参で、ほいと、金の人参ができると。でこれでサドルを囲えば、はい、できた、チョコボバイク。はい、ちょっとじゃあこれも試していきましょうか。いきまーす、せーの、はい、わー、かわいいかわいい。じゃあチョコボって意外とでかいのね、こんなでかかったんだかっこいい、しかもなんか凛々しいね。なんか俺チョコボかわいいイメージあったんだけどさ、ちょっとかっこいい。乗ってみますか、ほい。あ、あんまりあれだね、でも速さ的にはそんなだね。ちょ、じゃあジャンプしてみますか、ほい。ジャンプ力も普通と。これもあれかな、またなんか隠された秘密があるのかね。ちょっとまあ、あとでちょっと改めて全部アニマルバイクはちゃんと全部調べよう。多分ね、全然俺特殊能力みたいな把握してないから、ちょっと戦え、あ、痛い痛い痛い全然戦ってくんない。まあそんなあれだよな、好戦的なキャラじゃなさそう。俺 FF やったことないからわかんないけど。よっしゃ、そしたらばちょっと次作っていきましょう。石で囲うと。石あった、オッケー。でこれで囲って、オッケー、できた、シルバーフィッシュバイク。まあこれはおそらくはシルバーフィッシュのこれだよね。うん、なんか気持ちいい、これにあんま乗りたくねえな。しかもね、すげえ痙攣してるすげえ勢いで痙攣してんだけど大丈夫かな。乗りましょう、はい。あ、まあまあの速さ。しかも何これ、なんかさ、ビクンビクンビクンって速くなる感じ気持ち悪い。あ、スペース切り、こうやってジャンプもできると。これなんか石食えたりするかな。どう、食える、食ってくんね。あ、だから食ってくんねあれ、俺の想像してたのなんか違う。まあ、じゃあこれもまあまた後でちょっと改めて調べますか。ちょっと見た目みてえな、見た目なんかね、股間がゾワゾワしそうでさっきからなんか俺めんどくさくなってしまってないから、ちょっとこのハルタニアがカオスになりつつあるんですけど、まあそれもまた賑やかで楽しいかなということで、このまま行きましょう。さあ、それでは次、パッドバイク、暗視のポーションですね。これは暗視のポーションは、なんだっけ、ネザーウォートと、ネザーウォート俺確か取ってないよね、まだ。あ、いた、ガストバイク。これでちょっとネザー要塞まで行って、ガストのあれ、ガストじゃない、ネザーウォートを取ってこようと思います。はい、着いたと。 OK、 よっしゃ、そしたらばこれでガストバイク出して乗って、いいね、よっしゃ。これなかなかネザーだと乗り心地いいからね。あ、ガスト、本家ガストもいるね。じゃあ要塞来ましたよと。よし、そしたらちょっとネザーオートを探そうかなと思います。あ、これ早いわこれガストバイクあれだね、やっぱネザー限定っていうそういう縛りがあるい、あるか、あ、あ、だだだだ、あ、だだだ、ご視聴ありがとうございました。アイコンをタップまたはクリックでチャンネル登録お願いします。まあ、皆さんはね、多分優しいからしてくれるとは思うんですが、万が一してくれない人がいたら、その人が不幸になるように祈っておきます。はい、ツイッターもやってるんで、よかったらフォローお願いします。暇な方はこちらのおすすめ動画も見てくれると嬉しいです。それではまた次回、さらば。